どうもこんにちは。日本の年末を感じさせるものというと、大掃除、年越しそばなどいろいろありますが、やっぱり外せないのは紅白こと紅白歌合戦ではないでしょうか。歌合戦という名の通り、その年にヒットした歌詞、大御所歌手が集って歌う NHK による年末の特番で、ほとんどの日本人が年末を感じるものと思います。そんな歌をテーマにした番組である紅白歌合戦ではありますが、ここ数年で高齢化している歌とは少し離れた企画があります。それがけん玉チャレンジです。この企画は2017年の紅白からスタートしたものであり、けん玉のギネス世界記録にチャレンジするといった企画です。歌手の三山ひろしさんが1曲を歌う間に、集められた参加者がけん玉を使い、けん玉の大皿に玉を乗せ、最も長い列を作ることを目指す競技で、連続してけん玉をキャッチした人の最も長い列というギネスの記録を塗り替えていくのが目的です。2020年からは3年連続で成功中でした。2022年では127人で無事記録を達成し、昨年の2023年は128人で挑み、4年連続の記録達成という偉業を目指していました。しかし残念ながらチャレンジは失敗に終わってしまいます。このことがあって、世間ではこの企画そのものの是非について物議を醸している様子もあります。今回はその件について調査いたしました。よろしければ最後までご視聴お願いします。けん玉チャレンジは10人目までの失敗は再挑戦可能というルールで、昨年は3人目であった芸人のパンサー尾形貴弘さんが一度失敗するもチャレンジは続行、最後の三山ひろしさんまでつなぎ、一旦はギネスの公式判定員が認定としていました。しかしその後、番組中に NHK の高瀬光三アナウンサーが改めて映像を確認したところ、残念ながら失敗していましたと、まさかのけん玉チャレンジに失敗していたことを報告しました。4年連続達成がかかっていただけに、放送中もがっかりムードが漂っていました。失敗したのは16番目の担当だった男性、一般の会社員の方ですが、 YouTube チャンネルも運営しており、もし亀ブラザーズというチャンネルのしゅんさんという方です。普段からけん玉を広げる活動に貢献している人を対象に NHK が選んで声をかけていたようで、しゅんさんは補欠要員として誰か欠員が出た時に代わりに出場できるという形でけん玉チャレンジへの参加をオファーされ、本番前日である12月30日の夜のリハーサル時に体調不良になった男性に代わり正式に参加することとなったそうです。その時の心境をしゅんさんはこう語ります。急に言われてドキッとはしたんですけど、僕は一昨年出場していて、その時は成功したんですよ。だから落とすかもしれないみたいな不安は全然なかったです。当然成功するつもりでした。そんな思いとは裏腹に、本番当日は階段の上というやりづらい場所だったこともあり、バランスを崩しけん玉が落ちてしまいます。しゅんさんは失敗してしまったショックで頭が真っ白になり、手先を震わせながらも、事前に運営側から決められていた失敗した時の手順として、手で玉を乗せて真顔で正面を向いているという演出を守っていたそうです。ギネス審判員から一旦は世界ギネス記録に認定されていたものの、番組を見ていたユーザーからは SNS 上で「紅白けん玉失敗したよね、16番の人、16番は失敗を自覚してるはずなのになぜガッツポーズしているのか」などと投稿されていましたが、ギネス取り消しの発表後には「けん玉失敗した16番の人、責める人もいるけど何も言えなくなった、16番の人がいたたまれない」などの投稿などが一斉に上がり、その時 X では「けん玉失敗」がトレンド入りするほど視聴者から多数の反応がありました。運営から失敗の発表があった後、失敗したしゅんさんが楽屋に戻ると、100人以上の参加者が全員座って待っていました。大勢の参加者を前に申し訳なさがあふれたしゅんさんは「すいませんでした」とその場でいきなり土下座で謝罪をしたのです。しかし誰一人として彼を責める人はおらず、逆に拍手してくれました。落ち込まないで、
今後もやめないで続けてほしいと励ましの声が続いたのです。 TRF の DJ コウさんはシュンさんにそっとハグをして、落ち込まないで次も挑戦してほしいと言ってお菓子を手渡すなど、参加者たちは温かく接し、大きな場所で失敗してしまった焦りや罪悪感を解いてくれたのです。そして年末を終え迎えた新年18日に放送された TBS 系のラビットにてスタジオメンバーで、失敗したらビリビリけん玉リレーという企画に挑戦していました。出演者たちが番号順に一列に並んだのですが、16番は空席、司会の麒麟の川島明さんに促されて若き青年がスタジオに登場した。川島さんは失敗してしまったご本人なんですと説明。なんと16番としてシュンさんが生出演したのです。まさかの本人登場にネットは仰天。紅白のけん玉失敗しちゃった、16番呼んであげるの優しい、紅白でけん玉失敗した人の話をしてて掘り返すなよと思っていたが、リベンジの機会を与えるのがエモい。16番の子ちょっと心配だったから、ちゃんとテレビでネタにしてあげられてよかった。ラビットで紅白けん玉失敗の16番さん登場に感動、まさかの本人登場してて笑ったなどの声が寄せられていました。まさかの失敗で間違いなく辛い心境ではあったと思いますが、救いがあって本当に良かったですね。紅白では毎年恒例となっているけん玉チャレンジですが、一人の失敗で企画を潰すことになりかねないということで、参加者にとっては相当なプレッシャーであると思います。参加者が全員芸能人であれば失敗したところでいくらでもフォローできますが、一般人となるとなかなか難しいです。その責任を参加者に押し付けるようなことにもなってしまいます。もしも失敗した場合は、その参加者がネットなどで叩かれてしまうこともありえます。今回は失敗したのが YouTuber だったということで、いろいろな形で振り返る機会があったのはとても良かったですよね。またネット上でもバッシング的な意見はあまりなく、むしろそんなプレッシャーのかかることをやらせるのはどうなのかという同情的な意見も多く散見されます。すでに7年連続で行われている恒例企画とはいえ、そもそも歌唱中にけん玉チャレンジを実施すること自体の是非も問われ始めているようです。三山ひろしさんの出番の時はカメラもけん玉チャレンジの方を追っていますし、もはや誰も歌を聴いていないのではないかという雰囲気ですし、本来の歌合戦ということを考えると番組の趣旨からずれているとも言えます。具体的にネットでは土下座するほどのプレッシャーだったのか、かわいそうに参加者の負担を考えると、わざわざ紅白でしなくてもいいのでは、楽しんで見ている人はたくさんいるんだろうけど、私はいろんな意味でストレス、誰がミスしたとか土下座とかありえない、ギネス挑戦は別の場所でお願いします、当事者だけでスリルを楽しんでほしいなど、一般参加者への負担が大きすぎるのであれば、この企画はやめた方がいいという声も多数上がっています。この企画だけでなく、今回の紅白は例年と違って歌以外の企画部分が特に目立っていました。演歌歌手の水森かおりさんの歌唱中に歌に合わせドミノを倒していく企画もありました。最初のドミノを倒すと同時にカメラは倒れていくドミノを追い、途中で水森さんの歌う姿は右下のワイプに小さく映すカメラワークに、どっちが本題なんだ、水森さんかわいそうと批判的な意見がありました。他にも特別企画ディズニー100周年スペシャルメドレーの中で歌が本業でない司会の橋本環奈さんと浜辺美波さんが、いつか王子様がの生歌を披露し酷評されていました。企画の比重が増えた原因としては、性加害問題で旧ジャニーズ事務所の所属タレントの出場がゼロになったこともあり、例年より企画を重視して構成されていたのではないかと言われています。しかし結果は瞬間世帯最高視聴率が赤組の優勝が決まった時間帯の 36.7%、 昨年よりも 2.8 ポイントも減る散々な結果となってしまったのです。2024年の紅白歌合戦はその名の通り歌で勝負してほしいところですね。
特に本来とは違う形で話題になってしまったけん玉チャレンジ、次回以降も継続するのか要注目ですね。皆様の目には今回のチャレンジと失敗はどのように映ったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。